放散虫とは原生生物の一群である。種として海のプランクトンとして出現する単細胞生物で、珪酸質などからなる骨格を持ち、そのため美化石としても発見される。エルンスト・ヘッケルが研究したことでもよく知られている。外形は様々であるが、球状あるいは円錐型など、回転体的な形をしている。中心から放射状に突出する骨張りや、外側を覆う殻などの形で、珪酸質もしくは硫酸ストロンチウムからなる骨格を持つ。細胞質は中心脳と呼ばれる膜のような構造によって内外の2つの部分に分かれる。内室には核などのオルガネラがあり、外室は胞状の液胞と油滴が満ちていて浮力を与えている。微小管の束が通った非常に細く針状の下足を外に突き出し、その表面で微生物などを捉える。一方で褐虫藻などの共生藻類を含むものがあり、細胞にエネルギーを供給していると考えられている。一般には海産のプランクトンである。その骨格は海底に沈殿して放散虫南泥と呼ばれる。化石は先カンブリア時代から現在に至るまでの広い範囲で発見される。形態が多様で種の入れ替わりが早いため重要な示準化石となる。チャートは放散虫骨格の堆積によって形成される場合もある。かつては原生動物ネアシムシ類、あるいは肉質鞭毛虫類の中で有軸下足虫類の一員として扱われていた。同じく有軸下足虫類でよく似たものに太陽虫があるが、細胞質がはっきりとした2層に分かれないこと、簡単な殻を持つものもあるが、骨張りや珪酸質の丈夫な殻を持たないことで区別される。他の原生生物と同じく、放散虫も微細構造観察や分子系統解析が進むにつれて、その位置や分類体系が見直されてきた。一時期は多系統的で放散虫という自然群は存在しないと考えられたこともある。現在はリザリアの中に含められ、珪酸質骨格を作るポリキスティナ類と、硫酸ストロンチウム骨格を作るアカンタリア類に大別される。それ以外にも、従来は中心脳がないため太陽虫だと考えられてきたスチコロンケも放散虫に含める。なお伝統的にはファエオダリア類も放散虫に含めていた。これは、珪酸という器物の骨格を持ち、下足が中心脳にある3つの口から出るものである。しかし、分子系統では、同じリザリアではあるがケルコゾアに含まれる独立した群となり、形態上の類似性は修練進化の結果と考えられる。エルンスト・ヘッケル・カンスト・ファーメン・デア・ナチュアより放散虫。ありがとうございます。